バカじゃない。いや今日初のサプライズ。俺もあっただろ。でーす。はい、じゃあ。本日柴田さんは。柴田さんはちょっとあの仕事の都合によりというか、やっぱお忙しい方なんでちょっと今日は来てないということでございます。いる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 。うん、いるよ。はい、まあまあちょっとすいません、ちょっとすいません、もう一回やり直してもらっていいですか。ちょっとさすがにこんなシーンだとちょっとすいません、オッズパーク的にもいや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 申し訳ございません。ちょっともう一回すいません、申し訳ございません、もう一回すいません、申し訳ございません、こちらのせいかもしれませんのでもう一回だけちょっと申し訳ございません、すいません、申し訳ございません。あの本日柴田さんは来てますね、袖にいらっしゃいます。来てます。ちょっとバカじゃないの。いやいや、いや待てよだろ、ね、待てよで、いらっしゃいます。はい、どうぞどうぞ。柴田さんです、お願いします。よろしくお願いします。12年ぶりということですので。12年ぶり、はい、そうだったんですね。ってことはもう同じ干支だったってことですもんね。まあやったらそうね、もうそういう意味ではね。いやどういう意味だそれ。一周してるということで。そうですね、この干支でしかやらないでしょうかね。俺たちはね、お二人の中でこう12年ぶりというのは何かお気持ちの変化ですとかありましたか。あ、やっぱりなんかでも自然、12年ぶりにしてはやっぱ自然な感じでやらせていただいてるなというか、やっぱお上手ですから。よう言うわお前。お前新しい CM 見たか。いやいやすごい芝居がやっぱ俺のこれ見たかお前。いやでも本当にやっぱ12年もやっぱやる気が違うの。前日にちょっと合わせたいみたいなことも言われて。言ってないよ。言ってないよ。後ろで見る感じを練習したいなんて言われて、いやさすがに明日でいいんじゃないなんて言いながらね、まあとりあえず本番はね、言ったことねえつうんだよ。稽古場に集まらずにやりましたけれども、そのぐらいやっぱ意気込みがやっぱ力が入ってたんですね。あ、やっぱありがたいですよね、そういう意味ではね。嬉しいっていう意味ではね、嬉しいっていう意味では意気込みありましたよ、めちゃくちゃね。そう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 、すごい、こんにちは。すごい、来てくれたんですね。ありがとう。いや今日初のサプライズ。俺もあっただろ。俺もあっただよ。サプライズいたから楽屋にいらっしゃったんで。いや巻き場をさっき挨拶しただろ。いろんなねサプライズが詰まっております。いやーやっぱここでアンタッチャブルのお二人にクイズを出題したいと思います。北海道帯広市だけで開催されている最大1トンの鉄のそりを引いて力を競うレースの名称は何でしょうか。うん、もう見に行ってるもんね。だってこれだってね、これ見に行ってるけどね。それじゃあお二人も答えはお分かりになりますか。いや分かります。はい、じゃあそれこそ飼育してるところからね。次の問題お願いします。いやいや答えてからじゃない。答えてからじゃない。わかります。じゃあダメなんですか。クイズ番組で。ああ言うはずか。わかるかわかんない答えるんじゃなくて、そうそう、答えは答えなきゃいけないんですね。そうですね。気持ちだけ伝えてもじゃん。あ、そこそこ、うん、一応正解だけは。どうぞ、柴さんがわかりますから、はい、これは完全にわかります、うん、はい、どうぞどうぞ、はい、じゃあ一文字ずつ言いましょうから、うん、じゃあ、うん、ばば、うん、うん、うん、ええ。いやいやいや、そういう言い方じゃないな。臨床してって言ったらいいんじゃない。万英って言いたかったの。万英です、うん、万英競馬。万英競馬, 競馬、はい、じゃあ正解を見ていきましょう。こちらです。正解、万英競馬でした。お見事です。じゃあ